どうも、皆さんこんばんは。今回は、ちょっとね、残念なお話というか、とあるスパイダーマンのスピンオフが開発中止になってしまったというお話をしていこうかなと思います。そのタイトルズバリ、スパイダーマン、ザ・グレート・ウェブというゲームになってます。これがですね、リークされたんですけど、トレーラーがリークされていて、なんとそこにはスパイダー・グエンがいたり、ベノムも操作可能になっていたりと、非常に興味をそそるタイトルだったんですね。で、どんなゲームかというと、なんだろうな、スパイダーバースみたいなゲームで、要は最大5人までのスパイダーマンのマルチプレイヤーゲームだったらしいんですね。これが開発中止になったと。その、インソムニアックがハック受けた時に、その、リークされたやつらしいんですけど、最近になってトレーラーが見つかったということでね、話題になっているんですが、そのトレーラーもね、なかなかもう完成されてるんですよね。まあ、いろんなスパイダーマン、スパイダーグエン、スパイダーマン2099、あとは、まあ、それこそスパイダーバースに出てきた面々が、このスパイダーマンのシステムを使って、マルチプレイヤーが遊べるみたいなね、そんなゲームになるんじゃないかなと思わせてくれるトレーラーだったんですが、なんとそれが開発中止になってしまったというのがね、最近明らかになったと。いやー、とても残念ですね。めちゃくちゃクオリティ高かったんですけど、やっぱりね、一つ背景にあるのが、昨今のヒーローゲームのマルチプレイゲームの失敗というところにあるんじゃないかなと思ってます。例えば、マーベル・アベンジャーズ。これもサービスが終了しちゃったしね。あとは、最近発売された、スーサイド・スクワット。まあ、DC のゲームなんですけど、これとか、あとはね、バットマンとかのバットガールとかナイトウィングのやつとかもうそこまで流行ってない背景から見ると、やっぱりヒーローゲームとマルチプレイの相性ってのは悪いんじゃないかなって思っちゃうんだよね。こういうストーリー型のゲームじゃないとうまくいかないというか、やっぱそこが難しいんじゃないかなというところでね、まあソニー側かマーベル側か どれかは分かりませんが、中止、開発中止にしたんじゃないかと。もうほぼほぼね、システムはこれだった。このスパイダーマン。ウェブ打つモーションも、殴るモーションもほとんど一緒だった。で、この2でベノムが操作できたんですけど、その操作できたのは、もしかしたら、そのザ・グレート・ウェブの付箋だったのかもしれませんね。まあもちろん、3とかで変わる可能性はあるんですけど、まあ、気になるところではありますね。スパイダーグエンがどんな感じで登場するのかというのも気になるところです。最後のクレジットのところに、マイルズの再婚相手かな、まあ、恋人か、お母さんの恋人の連れ子っていうのが、まあ、シルクのキャラクターらしくて、まあ、その子がスパイダーグエンになるんじゃないかなって、勝手にちょっと予想はできるんですけど、もしかしたら、3で出てくるんじゃないかな。このザ・グレート・ウェブがね、中止になったことで、今後、スパイダーマンの作品がどのように出てくるかというのが、見どころの一つではないんじゃないですか。個人的にはね、やってみたかったってのはあるよね。幻のタイトルになってしまったので、その開発途中の開発陣しかプレイできてないわけなんで。まあでも、これで、スパイダーマンがいっぱいいて、スイング自由にしまくって、犯罪が発生したらそこに集うみたいな。それはそれで面白そうなんだけどな。やっぱりそうなると、なんかハクスラみたいになって。やっぱハクスラが、なかなかに、敷居が高いというか、マルチプレイとして難しいんじゃないかなって、思っちゃうんですよね。今のところ、
スーサイドスクワットは、まあ、ちょっと聞いた話だからわかんないんだけど、最近のマルチプレイの、マーベルアベンジャーズとかもそうだけど、ハクスラのマルチプレイのヒーローゲームばっかなんですよね。やっぱそこで、スパイダーマンもハクスラにしようとすると、失敗するんじゃないのっていうので、開発中止になって、今後スパイダーマン3にそのザ・グレート・ウェブの要素が出てくるのではないかと。ドクター・オクトバスがね、まあ、画像を見ていただければと思うんですけど、刑務所の格好なんですよね。なので、その地続きのストーリーになっていたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そこら辺が何とも言えないんだけどな。このクラシック版の、コミック版のブラックスパイダーマン、スパイダーマン、ブラックスパイディ。これ別アースのブラックスパイディとかもいるからね。まあ、正直何でもありだからな。違った可能性は全然ある。まあ、ということでね、ザ・グレート・ウェブ動画の方気になる方は、まあ、ちょっとね、検索していただければすぐ出るので、スパイダーマン、ザ・グレート・ウェブで検索してみてください。動画拡散されまくってますので、見れるかと思います。一応、スクリーンショット、何個か動画で使っているんですけれども、まあ、こんな感じになるということですね。マイルズ・スパイダー・グエンス2099。ピーター・パーカーがいないっぽいよね。この世界。ピーター・パーカーはいないっぽかった。あとは、そのマルチバースになるんだったら、ドクター・オクトバスの別のアースのヴィランバージョン、みたいなのも、あるかなと思ったんですが、トレーラーでは確認できなかったと。ここまですごいトレーラー作ってるんだから、もう発表前ではあったんだろうね。まあちょっと残念なお知らせでした。悲しいね。スパイダーマン、グレートウェブ。気になる方は検索して動画見てみてください。まあ、非常に惜しいなと思える内容なんで、ぜひ見ておいた方が、スパイダーマンファンとゲームファンとしてはいいかもしれません。ということで、今回は、スパイダーマン、ザ・グレート・ウェブという、マルチプレイのスパイダーマンゲームが、開発中止になったという、まあ、残念なお知らせでしたね。まあ、今後、スパイダー・グエンは、この、マーベル・スパイダーマンシリーズに出るかもしれませんね。そこは、期待できるのではないかなと。やっぱ、シルクの人が、このゲームのスパイダーマン・グエン、あ、スパイダー・グエンになるんじゃないかなと、個人的には予想してます。皆さんはどう予想してますか？よかったらコメント欄で教えてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。